予選は4組7チームです。女子三段跳び、今飛んだのは小川さん、足柄上村陸橋、1回目に12メートルからをマークし、現在4位です。小川さん、5回目は11メートル97、次の跳躍は剣持さん、長谷川体育施設、1回目に12メートル45をマークし、現在3位です。スクリーンに表示されております通り、男子女子競技やり投げの開始時刻を17時に変更いたします。男子女子競技やり投げは17時から競技を行います。女子三段跳び、剣持さん5回目は12メートル37、次の跳躍は中村さん、順天堂大学、2回目に12メートル88をマークし、現在2位です。トップとの差は10センチ。中村さん5回目12メートル60でした。1着成田高校3分15秒。